お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの、ゴレデッキを使っていくんですけど、こちらのねゴレが、ちょい珍しいかな。トルネードと墓石が両方入ってるデッキで、もう防衛力ちょ固めゴレです。なんで、結構ね、墓石があることによって、最近古城ババとかも多いと思うんですけど、ペッカ工場とか、ペッカに対して勝つことができるっていうのが、いい特徴かな。最近のこれね、結局ペッカに勝てちゃうから。で、これがあれですね、このグローバル大会の多分2位だったこれだ、ジンTV。 これ僕がクララリーグで分からされた相手ですね。はい、この方がこのゴレで、そう、今もこれになってる、トルポイロリのダクベビメガの墓石。はい、で85勝、バケモンですね、言ったらまでやってるっていうので、結構安定して強いデッキです。はい、ってなわけで、やっていきます。はい、でポイズンっていうのが、前までだったらライトニングだったかもしれないんですけど、なんでだろうなと思ったけど、結局スケラが多い、スケラとかババコヤが多いから、それに対してポイズンが刺さるっちゅう話ですね。はい、もうなんかね、結構やばいデッキの人が多いんですよね。やばいかはまだわかんないですけど、ボンバーも見ないですからね、最近。これな、本当はこういうところでね、端前ゴレズドーンでやれたらね、めちゃくちゃいいんですけど、サイクルが合ってないですね。これはね、ユニット回して残り1分までにね、しっかりゴレダクでの手札とかを揃えれれば、なんかやばい人来た。これな、フリーズとかあると嫌なんすよね。けどいい防衛ですね。しかもセパレート攻撃で、これメガゴとベビドラにターゲット取ればスケルトンが、オッケー、今左のメガゴにザップったから、このスケルトンが結構入るやつですね。はいはいはい、相手はジェイバルで、ここでもゴレ出しちゃいます。なぜもう出すかっていうと、今相手がジェイバルで攻めたから、僕の中では今君は攻めれないでしょっていう感じだったんですけど、相手がカード回してきましたね。もしかしたらこれをガゴムレとかで防衛されるかもしれないから、うわー、そういう系か、全然違ったけどさ、バーバリアンか。けど、これで言うて剥がれたっすね。ボンバーちゃんも邪魔なんで引っ張ります。引っ張って処理して、 OK、 落ちた。でも引っ張ったことによって、今バルーンとかジャイバルーがしんどいけど、さっきでジャイ使ったから飛ばせてバルーンなんですよね。だから墓石とメガゴで守れますね。よいしょ。でこれな、一回墓石置いてからですね。でトルネーがもう回るから、どうせ次で相手の攻めはそんな怖くないけど、これワンチャンロケットとかかな。ロケット系だとなかなか厄介ですね。さあ相手なんだろうな、これガゴ群れとか来たらポイズン、ガゴでもいいや、ポイズンで、これもあれなんですね。正直これで OK、 もうねガンメタ OK、 つえー、やばいですね。防衛力やっぱ高いんですよね。やばい、これやばいけど、もうこれはトレンで使っていいですね。 OK、 勝った。もうバルーン来ても墓石で釣れますし、なんならもうこれでロリバーを裂くと、もうゴレの周りが強いで落ちちゃいますね。よし、オッケーオッケーオッケー。まあね、マジでね、その世界大会でも、その一つ結構思ったのが、ゴレの使用率がめちゃくちゃ高い。結局強いんですよね。はい、ってなわけで、やっぱゴレは持っといて損はないですね、使うのにあたって。なんでも結構相手が防衛ミスってくれたりとかもありますし、そうですね。はい、ってなわけで、相手が古城ババ、これね墓石欲しいんですけど回ってないから、もうゴレ受けで
年、あいや、やだな、これだな、結局あのポイズンでダクネ溶けちゃうから、これ受けはやめて、一回我慢、痛いっすね。でもこの一回我慢がめちゃめちゃ痛い。まだ我慢ですね。これはペッカに勝ちたいですね。これは墓石あるから工場、相手の工場が刺さんないんですよ。あ、待って、一個低かった。やばいけど大丈夫で、突進を消したい。 OKOKOK、 やばい、これでもトルネで吸ってあげると多分大丈夫で、これ外因して OK。 これビビドラいるか、いや出したくなかったけど、ん、キワだな。まあ今みたいな感じで、あと墓石を出す位置はしっかりね、あのこのマスよりも一マス上にねきちんと出しておけば、どっちからね小ジョババ出されても突破できるんでね。でこのもエレキ痛いんでメガゴで止めます。そう、結局まあこっからですね、本番勝負は。これやばい、あー待って、間に合わん、うわー、これ痛え、これなんですよね、鬼杖ですよね。あれ有能に対してほぼ構えてないと入っちゃうっすからね。これダクネダム、これポイズン打たれるかな、やばいっすね。待って、全然攻めれない、やばい、しかも今ダクネも解けた、やだな。でも今相手ポイズン使ったから結構このユニットを付け出しが苦しい。デイレキをロリッテ処理したい。ロリッテって言い方よくないかな。これもトルネで一気にバイバイします。やばい、待って、言うの、お前それは違う、怒るよ、ほんまに本当に怒るよ。いや全然ある。オッケーオッケー、もう、あー、オッケーオッケー、いいよ、みんなあっち行って、そう、いいよ、全然ある。でこれ絶対ってペッカだから、いやないかな、いや大丈夫、全然ある。このポイズンでエレキ、とりあえずエレキがね結構厄介なんで、エレキさえ飛ばしとけばオッケー。これでガガも処理した、はい。でこれで小芝ばきても墓石あるから怖くない。そんなことある？マジ？今のはね、つらい。いやー待って、それはやばいっすわ。ね、今の誘導はマジで事故並みにやっちゃってた。いやマジだ、今の連れてたらな、もう普通にあるんですけどね。てかペッカにも相性いいまであるんですけどね。いいわ、でも、いや持ってない、普通にマジで墓石あって、最近ペッカディガーがいないんですよ。ペッカディガーだと本当に多分ボコボコに負けちゃうかもしれないんですけど、ペッカ工場しか最近いないんで、その工場に対して墓石がぶっ刺さってなんで、結構いけるはずなんですけどね。これ相手ラバッシュ、ラバーっすね、多分ラバ。もうこれあれっすね、ここでゴレイいきます、多分ラバなんで、よいしょ。でゴレダクネの形作った、で相手はメガゴ抑えたから、ラバの処理、これの処理がギャングもない。今手札がファイブザップとガゴとバルーンだから、これに対してそうガゴが来るから、このガゴをしっかりこうやって処理できればいい。で相手のでも誘導がうまいな、墓石2個でどっか行っちまったこれ。ああまあ言うてですね、はい、ザップすることなかったの。でもこれでまあロリババつけて地味なカウンターね、意外とこれが厄介だったりする。前でラバなんでね、ラバに対しては結構相性いいと思うですね。ダクネビビドラあれで、よいしょ。でこれもダクネからゴレ展開ですかね。いやゴレ展開どうなんだろうな、した方がいいっすね。これやばいっす、言うてやばいっすね。でも理想はもしかしたら墓石とかからの展開の方が理想だったかもしれないんですけど、まあここで
これはもうここであれですね、結構1個の攻めは通そうとは思ってないですね。あ、だからトルネで吸おうと思ったけどコウモリが殴りすぎてる。一発なら許容かな。でポイズンでも処理しときますか。はいはいはい。でまあまたゴレダクネ作ってやれば多分流れがもうこっちに来る気がするんですよね、気持ちね。さあ、いや怖いな、言うて怖いんですよね。ここの相手のバルーンを止められるか。え、なんか相手のなんか位置がこれ多分バルーンだけキングに持っていきますね。あいじゃーん。でこれもビビドラ出してこのパピーのダメージをね抑えます。でここの攻めは正直攻めれなくていいんで、こんな感じで結構守り重視でいけば着々とダメージ入っていくんでね。これ端前なのかな、ワンちゃんけど相手多分これは結構焦ってる。で僕も焦ってます、ね、一回これも捨てて防衛します。でこのダクネプラスのあれで攻めます。よいしょ、OK、これでもうキングも起動してますし、で気づけばなんかユニットだけで攻めれちゃってる問題。 OK、 言うて結構ギリギリになりますね。結構ギリギリだ。相手がうめえねな、これか僕が下手なのか。この墓石出してあげればこのラバのね、この1個内側に出してあげればこのラバのターゲット取れるんで、そうなるとダメージが入んないですね。よいしょ、まあ、これは勝ちましたね、さすがに。もうポイズン削りしつつ、まあ、ロリババも転がして、よいしょ、おじいじ、まあ、うまいですね。でも立ち丸がなんか結構前だとゴレダクネでもう形作れば、ね、余裕でタワー落とせてた気がします。さすがにそんな甘くないかけど、はい、結構ラバにはもっと余裕で勝てた気がするんですけど、そうですね、はい、まあ、言うてやっぱ墓石プラストルネードがあるからこそ、まあ、ラバー、まあ、バルーンとかキングキットできるんでね、一個内側で墓石で絶対バルーンを釣ってトルネードキングスっていうのをまあ意識すればラバルもそんな怖くはないかなと思います。はい、というわけでね、ちゃんとしたデッキ紹介ですね今日は。久しぶりに、はい、マジでこれめちゃくちゃ強いです。あのグラチャリとかマルチで使ってるんですけど、ほぼ負けない。結構負けない。これ負けたんですけど、これにも全然勝てないことはないんで、ね、ぜひね、使ってもらえるといいかなと思います。はい、というわけで、今回はね、2本目かな、これ。はい。1本目の動画もね、見てもらえるといいなと思います。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。バイバイ。